はい、今日の一品です。まずは冷凍のエビですね。これをお酒で洗って臭みをちょっと取ります。もう一度水洗いしてから天ぷら粉につけて冷凍エビを大葉で包んでいきます。そしてさらに粉をつけてからこのまま油に落としていきます。お弁当でさっと作りたいのでもう冷凍エビで十分です。はい、あとは油を切って塩を振って完成です。切った感じはこんな感じですね。ちょっと味見を、はい、塩コショウをかけて完成です。冷凍エビの大葉巻き天ぷら、お弁当にどうぞ。